崩れは一つの地域で大勢のキリシタンの存在が発覚する事件。片岡八吉は崩れをキリシタン検挙事件、大量検挙によって潜伏組織が崩壊に瀕したことをこの名で呼ぶとしているが、江戸時代後期の崩れは崩壊に瀕した状況とまでは言い切れないことから、安高弘明は潜伏キリシタンが検挙され、取り調べを受けることになった状況と定義している。 崩れにおける殉教者は、古老物語によれば、慶長17年から京法11年までに25万人余りとなっている。慶長17年の禁令により、キリシタンを厳しく罰した爆藩権力は、官営年間の島原天草一揆によってその脅威を再認識し、1640年代から50年代にかけて、宗門改めの井上正重の指導で、 全国的なキリシタンの敵発を進め、17世紀中期には、宗門改めの全国的制度化が実現した。その過程で、大村、文吾、美濃と大詫などで、多くのキリシタンが敵発された。これらの、崩れでは、被疑者となった信徒たちは、キリシタンと認定されて処刑された。幕府はこれを契機として、万治2年に五人組制度と旦那寺の設定を、万治2年には、 宗門改めの設置を諸般に指示、天領には宗門人別改め帳の作成を命じた。これらの措置によって人別改めや寺受け制度によってキリシタンでないことを証明する宗門改正度が全国に成立した。島原天草一揆の後、キリシタンは奇怪な魔力を持つ怪しげな存在というイメージが定着し、 怪しげなものはすべてキリシタン的なものとされていた。しかし、江戸時代後期の崩れで摘発された信徒たちは、世俗秩序に従順で、旦那寺の宗教活動や神事、仏女を怠らず、領主への年貢、区役も滞りなく収め、村方の害になるようなことはなく、毎日整然と家業に励んでいた。そして、彼らは信仰しているのは厳禁されている。 キリシタンでなく、先祖より伝えられている異臭であると主張したため、幕府は摘発するよりも放っておいた方が、秩序維持には有効だと考えて、彼らをキリシタンと認定しなかった。一方で、信徒たちは、甘草崩れや浦上一番崩れ、三番崩れの取り調べの際の証言から、死後に、親兄弟や祭子たちと、払い添いイコール天国に生まれ変われるという、 大世救済の願望だけでなく、田畑からの収穫が豊かに見込める、所持うまくいく、様々な願望が叶うといった、現世利益も求めていたことが明らかにされている。現世利益を求める神徒たちは、村受け制による村社会のセーフティネットや、爆破領主による、悟久、人生といった秩序を支える仕組みが機能している、間は、現世での生活が保障されるため、 爆犯体制に対して従順であった。さらに、キリシタンの信仰を公に表明することは死を意味することで、死ぬことは、原世利益を得られなくなるということでもあるため、信徒たちは、信仰を隠匿せざるを得なかった。また、天草崩れや、浦上崩れの舞台となった地域である、天草郡の村々や浦上の存落は、すべての住民がキリシタンではなく、 信徒とそうでない者たちが混在している状態だった。キリシタンの敵発によって多くの村民が処罰されることは、村落共同体を破壊し、存続の危機をもたらすものであったため、村民はキリシタン、非キリシタンの違いを超えて団結し、信徒であることを否定し、問題が大きくならないよう嘆願をした。しかし、この時期は村社会で、 農村内部の様々な矛盾が紛失し始めた頃で、浦上一番崩れや甘草崩れのように、少屋たちが村民を異臭と結びつけて告発して両者が対立する事態が発生するようにもなっていた。慶応三年の浦上四番崩れでは、江戸時代後期に発生した甘草崩れや浦上一番崩れから三番崩れまでとは違い、キリシタンたちは自分たちの信仰を表明しており、 そのため幕府も彼らを放置することはできなくなった。これらの理由から、信徒たちは、信仰を隠匿して保持するのではなく、公に信仰を表明して保持しようとするようになっていった。裏上四番崩れより、前の潜伏キリシタンたちは、従来の幕藩聖秩序の枠内で、大世救済と、現世利益の双方を求めようとしたから幕藩権力に、とって、模範的百姓だった。 しかし、裏上4番崩れの取り調べでは、キリシタンたちが信仰に求めるものは、霊魂の来世救済願望のみで、現世利益に関わるものは、ほとんど見られなくなっていた。これは、村社会が変容し、爆反性秩序に従っていても、必ずしも現世利益の願望が達成されなくなってきた頃に、長年待望していた、宣教師が現れたことがきっかけで、 キリシタンたちの来世救済の願望が紛失したと推測されている。信徒たちの信仰態度の変化に伴って、江戸幕府の対応も江戸時代後期のような黙認から、敵発、改心指導と厳しい拷問へと転換した。江戸幕府が倒れた後、明治政府は、五房の刑事によって、キリシタン近況の方針を明示し、キリシタンの弾圧を行った。これにより、帰怯を受け入れない。 浦上の村民約3000人が総配慮され、五島列島では信徒たちへの弾圧や迫害が行われた。欧米諸国の講師は内政干渉をするつもりはないとしながらも、激しく明治政府に抗議し、政府は彼らに拷問をしないことを約束しながらそれは守られなかった。明治6年にキリシタン近世の考察が撤去され、浦上の村民たちは既存を許された。 しかし、考察撤去はあくまで法令伝達方法の変更によるもので、明治政府がキリシタン禁制の解除を宣言したという事実はない。キリシタンは解禁されたのでも公認されたのでもなく、あくまで黙認されただけであった。ありがとうございます。